2024年4月8日、5チャンネルにこんなスレが立った。人生で重要な、容姿が運で決まることに親も世間も触れない理由。確かに、早速スレを見ていこう。顔はもちろん、身長や体格、体質、病気の有無など人生で努力ではどうにもならないごとになぜ世間は触れないのか。ほとんどが初期スペックで決まってしまう。運ではないやろ、親の顔面引き継ぐんやから。その親の元に生まれることが運ってことやろ。子視点だとそう、親視点だとそのためにパートナーを厳選したいんやからな。ブサイク、チビ、ハゲ、アトピー持ちと、イケメン、高身長、その他ハンデなしが同じ人生なわけない時点で運だろ人生。上全部俺じゃねえか。そうだね。受験勉強は努力が反映されるからまだわかる。まあ所詮は年収が100番変わる程度だろう。それよりも絶対に埋まらない圧倒的容姿の差の方が人生楽しめるかどうかが決まる。でも日本に生まれたのはまだ運が良かったよね。人間の思考だって物理現象なんだからランダム性あるしな。資本主義社会だから。謎やね。今バカにされてるチーグだって容姿ガチャ外れただけやろ。低身長、金眼でメガネ、ブサイクとかどうしようもない。メガネとチーグ部屋はやめられるよね。チーグは前世で悪いことしてブサイクに生まれたんよ。まあでも今は整形ってのもあるんやけどな。容姿も大体なんとかなるよ。当たり前のことすぎるけどそれを言ってもどうもならんやろ。くさ。なお。FC2 に出てる子なんて整形まみれやんけ。容姿もどうにでもなる。はい。世間、改善すれば幸せになれると分かってて何もしないのはさすがに甘えだよね。筋トレと整形くらいしてからどうぞ。せっかく顔いいのにチビとかハゲとかいるもんな。顔は人格や性格の重要な判断材料なのに、ルッキズムをタブーにしてるのほんま。化粧である程度はどうにかなる。小学校とか美人は少なかったやろ。そういうことや。整形が批判されるのほんまよくわからんわ。結局どうにかなるってことから目そらして生まれ持ったものだから仕方ない俺は悪くないって現実逃避したいんやろな。この人そこまで容姿ばかり気にして生きてるんやな。結局この人が他人愛性を見る目もそうだからなんやろな。とは思うけど別に好きにしたらええんちゃう。配られたカードで戦えよ。みんな視力は気にしないよな。遺伝するのに。男も整形したらええんやで。骨延長が包丁並みに手軽やったらええのにな。顔だけでチヤホヤされてる芸能人ほんま嫌いやわ。お前以外は誰でも分かってることだからわざわざ言わんだけや。容姿格差は認めるくせにメンズコスメとかオシャレメガネとかは否定的なのはシンプルに損だよね。これ、40超えたらみんなゴミ。むしろブサイクとか気にしてる方が痛いわ。うだうだ言っても容姿や環境に限らず人間平等なんて絶対ありえないんやから、持ってるものでやりくりするしかないやろ、しょうもな。マリガンミスったら勝てねえもんな。バカブス貧乏は子供作るべきではないよな。バカだからブスと貧乏を自覚で傷つくってしまうのかもしれんが俺は作らないし作れないだろう。勉強や経済面では競争、努力しない奴はゴミって風潮なのになんで顔や身体的な特徴に関しては理想の形に変えるのを良しとしない連中がおるんやろな。顔なんて他人ともろに比較されんのに。メンヘラ女さん美人多いのに苦労してるの多いのなんでや。美人じゃないメンヘラなんて女ですらないからだろ。団子虫いっぱいおるけどネットにすら居場所ない。イケメンの奴らは勉強に対してストレスないんや。ワイみたいなブサメンは勉強以外ない思うてるからクソストレスや。だってどうしようもないし。ある程度までは努力で持ってけるやろ。結局努力でいわゆる合格ラインは持ってける。今までは女だけこういうの言われてたんだろうが男にも求められるようになった。ある程度は圧かけて容姿にこだわるのは社会にもプラス。確かにそうやけど実は裏にもっと残酷な事実があるんやで。ブサイクでも中身で好かれたりモテたりしてるやつはおる。つまり、初期スペックで決まってまうとかぐちゃぐちゃ言っとるやつは顔も心もブサイクってことや。いかにも平日昼って感じのスレでいいな。そのためにポリコレが頑張っとるんやが。チーズカットゲジマユオ肌がこれ言ってると思うと笑える。男の場合は容姿に関しては身だしなみさえ整えればなんとかなるからラッキーやわ。すまん聞きたいんだが、そこそこ美人だけど整形の女と結婚できる？誰かいかんない意見を聞きたい。元はどんなんや？そこそこブスなんか、ゲロブスなんかで変わるやで。クソ高いメンテ費用かからんなら結婚できるで。言うても日本人ほとんどブサイクやん。街中歩いてて横浜流星とか吉沢亮みたいな顔で高身長のやつおるか？大概チビのブサイクだろ。東京の街歩いているのはある程度選別されてると思うよ。それ以下はまず出歩いてない、団子虫だよ。こういう謎の東京信仰なんなんだ。東京とか腐るほどチーグブサイクもおるだろ。東京は場所によるな、渋谷とか銀座はチーグには近寄りがたい。渋谷もブサイク普通にいるし、銀座もブサイク普通におるやん。そもそも日本人なんて180未満のブサイクチビがほとんどだろ。事実だし、場所によってはそりゃブサイク集まるけど結構繁華街は選別されとるよ。チーグブサイクがそれ言ってんのくさ。当たり前だろ、居づらいよあんな場所。
辞めるもの貧しき者と同列のものよな。清潔感出せば8割方見れる顔はしとるやろ。お金稼いで整形しましょう。学校が教育すべき。ぶっちゃけ顔で人生大部分決まるよな。顔そのもので決まるというより、幼少期からの顔の良し悪しによっての、周囲の扱い方で人格形成される部分はでかいと思う。女とかドブスならガチで学校とかでゴミみたいな扱いされるしな。仮に巨人の岡本が大谷レベルのルックスだったらスーパースターだろ。そういうことだよ。大山、村上、山川とか、やっぱ太ってるのは女受け悪いな。まあ、彼らはホームランバッターだから肉つけないと仕方ないと思うが、女が好きなのは痩せてるイケメンや。岡本がスーパーの店員とかならモテるわけないからな。やっぱ野球とか特別な才能とかないやつは顔が大事やわ。かわいそうに、認知機能がバグってるから他人どころか自分の容姿すらまさしく把握しとらんのだろうね。認知機能バグってんのはお前の頭だよ。東京振興の知的障害者。東京の繁華街がイケメン多いはないな。そもそもイケメンなんてほぼおらん。ガチイケメン、努力したら年収1億とか超える。普通面、努力しても年収1000万、努力が全てとか言ってるやつはバカ。特別な才能あった松井がモテないのによく言うわ。側で中身がバグって見えてるだけだよ。松井がモテないは無理あるやろ。それを引き合いに出すなら唐沢隆弘はモテないとかの方がええで、高学歴エリート弁護士なのに顔でモテないからな。言うて私立強制ちゃんとやって肌綺麗にしてたら大差ないやろ。今の底辺層が昔より割と知能上がってるから少子化進んでるんちゃうか。貧困の再生産がこれで止まってる。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。